はい、いつもご利用誠にありがとうございます。はい、制服ですね、企業の制服をご依頼いただいております。作業服かもしれないですけどね。はい、もうすでにねセットしてあるんですけれども、作業台の方に、企業名がね、入っているんでね、裏面を、今ご覧いただいているんですけれども、表面にもね、同様のね、トラブルがね発生した状態になっております。はい、それではまあ進めていきますけれども、結構なんか定着しきってる感じもしますね。全くにじんでこないんで。3箇所ですね、濃く付着している部分が、まあ、言ったら震源になりますね。あとのこういったね、部分はね、表面的な付着なので、こちらの方はまあ、あっさりと取れるかと思います。問題なのは、このやはり3箇所になりますね。ここをいかに処理するかですけれども。今この辺りとね、ここにもありましたけど、やってみましたが、この辺りはね、多分あっさり取れると思うんで、そうですね。はい、気をつけていただきたいと思います。はい、こちらはね、また後ほど除去させていただきます。はい、ご利用ありがとうございます。はい、企業の制服のね、インクのトラブルですね、インクのにじんだトラブルの染み抜きをさせていただきました。はい、企業名がね、こちらの方に入ってますのでね、はい、裏面だけの、ご紹介になるんですけどね、はい、ちょうどこの、
後ろから見た時の右側のちょうど、裾あたりですね、はい、このあたりに一番、まあ、激しく付着が見られるんですけどね、はい、もちろんね、表側の方にもね、あとポケットの内側ですね、まあ、そういった部分もね、かなり付着があったんですけどね、はい、当然のこ